た私が月の裏側で仕事をするなんて信じられない。正直なところ、リゾートバイトの話を聞いたとき、それが月の裏側にあるエイリアンのリゾートだとは夢にも思わなかった。もちろん、ここは地球上のどのリゾートとも違っていた。私は宇宙競馬場でサーバーの仕事をすることになった。最初は普通の仕事のように思えたが、すぐにそれが本当に信じられない出来事につながるようになった。そこでの日々の仕事をこなすうちに、私は驚くべき才能を発見したからだ。信じられないことに、私は宇宙馬とコミュニケーションを取ることができたのだ。彼らと初めて話した時の衝撃は忘れられない。彼らはそもそも嘘がつけない種族だから、普通は他の種族とはほとんど話さない。しかし、地球人が珍しいからなのかわからないが、彼らは私との会話を楽しんでいた。宇宙馬たちはレース前になると、自分のコンディションやモチベーションについていろいろ話してくれた。彼らの素直な言葉を聞くことで、レース結果を予想しやすくなった。それで、最初は物は試しと、小さな賭けをしてみることにした。すると驚いたことに、私の予想は見事に的中したのだ。賭けを続けるうちに、徐々にコツがつかめてきた私は、驚異的な勝率 90% を達成するようになった。これは単なる運ではなく、宇宙馬とのコミュニケーションの結果であった。こうして夏のリゾートバイトが終わる頃には、最新モデルで最高級の UFO を何機も買えるほどの富を蓄えていた。地球に戻る準備をしながら、私は新たに得たこれらの富の一部で、月のリゾートに別荘を購入し、自分専用に購入した UFO で地球に帰ることにした。今思えば、リゾートバイトを通して得た経験は夢のようだ。今でも信じられない。だが、一歩踏み出せば新たな出会いがあり、新たな才能を発見し、それによって人生はガラリと変わる。それを体験した貴重なひと夏だった。